テナモンやサンドカサバクマツテ幕末テナモニア、大騒動、マ末テナモニア、大騒動は、1967年3月12日に、東方系で公開された日本映画、カラー、東方スコープ、東方、宝塚映画、渡辺プロ作品。キャッチコピーは、イハーエイカ弟子入りは、金農派か新選組か超大コンビの鎮作戦。なお、テナモニア、 大騒動は正式タイトルだが映像では幕末は省かれている。テナモンや東海道に続く劇場版テナモニやシリーズの東方版第2作。監督は東海道の少林総計に代わりクレイジー映画でおなじみの古澤健吾が担当。そして脚本も社長シリーズの笠原良蔵がテレビ版の沢田隆二と共に担当している。本作では 薩長同盟締結が近い幕末の京都を舞台にし、西郷隆盛、坂本龍馬や新選組などといった有名人に、時次郎と陳年が絡む内容となっている。そして本物の西郷と龍馬を見抜くための暗号が、瀬戸、パというのが面白い。また、古沢作品の売りである、ミュージカル場面が多いのも特徴であり、特に、桑名での太郎長一家の出入り場面では、 古沢おはこの軍艦更新曲が流されている。共演者には、クレイジー映画常連の瞳明、この時期クレイジー映画にも出演していた野川由美子、そして前作では加藤茶のみの出演だったザ・ドリフターズが、新選組の隊員役で全員出演している。なお漫画トリオは出演せず、代わりに、かつて横山ノックとコンビを組んでいた横山アウトが出演している。 また TV 版で蛇口一角を演じていた財津一郎が本作では坂本龍馬と偽の龍馬の二役を演じたものの劇中では偽の龍馬が一角の口癖にして財津のギャグ厳しい寂しいちょうだいを連発しており新選組に捕まった谷に今でもがあんた求めてちょうだいと財津ギャグをかましているなお前作で見られた プロローグでモノクロスタンダードからカラーシネスコへ変えるギャグは本作では行われていない。そのため冒頭部は制作クレジット東方マークと前作とは逆になっている。2013年9月24日に講談社の DVD マガジン昭和の爆笑喜劇の一環として初の映像ソフト化となった。時次郎と陳年が訪れた少女寺として映された あのお寺寺は現時元年、金納の株を先返した案家けの時次郎は、大見の恩城寺の陳年のもとに走り、二人の京都への道中が始まった。その頃京都では、新選組と金納党の争いが絶えなかった。二人が訪ねた、正常寺には偶然、金納の死士の一人、坂本龍馬が曲がりしていたが、薩摩藩の最後を吉之助と会談するために、終わり国に向かった。 その龍馬に、長州藩の桂小五郎の密書を届ける草加と、お雪が病気になったため、二人は彼らの代理人となり、暗号、せ、パオ。だが二人は、食べ物のことで喧嘩になり別行動を取ることとなるが、時次郎は、京都の舞子で、実は、新選組の恩蜜、小間菊に惚れ込んでしまい、陳年は、西郷に、政治資金を届ける大前田五郎に取り入るも、すげなくされ、 結局、コンビは別れるものではないな、と反省した二人は仲直りすることに。やがて二人は終わり国に渡る船に乗るが、そこで龍馬に出会った。あとは西郷だけ。そこへ、大前田の子分、玄介が犬を連れた西郷らしい男を見つけたと知らせ、龍馬は西郷といよいよ会談することに。ところが、この西郷は、 谷井系のスケッい、大前田の政治資金を横取るべく、偽の西号になっていたのだ。やがて後を追ってきた、草加の起点で、この西号と先の龍馬が真っ赤な偽物であることが、判明、おいつをれつの大取り物が始まる。そこへもう一組の西号と龍馬が、早速時次郎は、暗号、せを送ると、龍馬は、パと答えた。こちらが本物だった。かくて偽物の二人は、 細間菊の手引きで新選組に御用となった。そして偽物に奪われた密書も取り返したが、その密書には何も書いてない。しかし新年は、これは小五郎の白紙人情だと、解釈、各手、土佐藩、長州藩、薩摩藩の三藩は手を結ぶことになって、万事解決。さらに時次郎が惚れていたおゆきも、これで、あの方も喜びますと発言。実は、草川、 おゆきの夫だったのだ。これには時次郎も大ショック。だがみなに励まされ、時次郎と陳年は再び旅に出て行った。俗、どこへ。ありがとうございます。